こんにちは、スマユーチームのゆいです。今回もスマユーチームが獲得した優待をご紹介します。昔から名前に馴染みのある会社さんです。ご紹介するのは株式会社小僧寿司さんです。小売事業、飲食事業、流通事業の3つをグループで展開している会社です。社名にもなっている小僧寿司は小売事業に含まれるお寿司のお持ち帰り店です。最盛期の1987年には小僧寿司の業態は直営店、フランチャイズ店合わせて2300店舗を展開しており、一時代を築きました。ところがその後に回転寿司が台頭してきたことや、スーパーも持ち帰り寿司を強化するなどの時代背景があり、苦戦が続いて縮小してきたという歴史を持っています。小僧寿司さんの3つの事業を紹介します。まずは小売事業、小僧寿司さんの看板となる事業ですね。持ち帰り寿司店の小僧寿司と茶月が主力です。小僧寿司の中には天丼やカツ丼、唐揚げなどのテイクアウトができるお店もあります。そして次に飲食事業です。カレー店や焼き鳥居酒屋など、いろいろな業種の飲食店をグループ会社が展開しています。タコスのタコベルは大食い YouTuber さんとコラボしたりもしていますね。3つ目は流通事業です。デリバリー専門店のデリズの運営や食材の卸売りなどで構成されています。デリバリー専門店は一つの拠点の中で和食、洋食、中華などいろいろな料理を用意して配達できるお店です。なお小僧寿司さんは以前は債務超過でした。現在は債務超過を脱しているとはいえ、2023年12月期の自己資本比率は 4.7% と財務体質は課題があります。グループ内の再編や過去の資金調達などしっかり IR 情報を確認して判断していきたいですね。それと大きなトピックが一つあります。小僧寿司さんは現在持ち株会社の体制へと移行を進めています。2024年の7月1日からは小僧ホールディングス株式会社さんとなってグループ各社を統括していく予定です。それでは業績を見ていきましょう。本社は東京都中央区です。東証スタンダード市場の銘柄です。過去の資金調達の結果、非常に発行済み株式数が増えており、株価は表の通りとなっています。前期2023年12月期は期の途中で新たにグループ入りした業務用食品の卸会社の売上高が上乗せされ増収となりました。今期2024年12月期は通年で卸会社の売上寄与があるため、さらに増収の見込みです。利益面では営業利益は黒字転換、当期純利益は赤字幅縮小の業績予想を出されています。小僧寿司さんは2023年12月末の権利確定から株主優待制度を変更をされています。以前は店舗での購入の際の割引でした。例えば100株保有だと 3% 割引でした。それを今回からアプリを通じた優待券の配布にされています。優待券は小僧寿司や飲食の店舗の他に EC サイトでも支払いに使うことができるようになりました。こちらは2023年12月の権利確定で3月の中旬に届いた株主優待の案内とクーポンコードです。このクーポンコードを小僧寿司さんのアプリに登録します。ご参考までに横にスクリーンショットを出しておきますね。こちらはアプリのトップページです。小僧寿司さんはフェアメニューにも力を入れている印象があります。そしてこちらはクーポンコードを登録すると配布される優待券です。今回は100株の保有だったので500円分を獲得しました。100株保有で500円ということは、ちょっと計算してみましょう。なんと計算するとこの通りです。単元株の投資金額が少額だったため、優待利回りが非常に大きい数値となりました。ちょっとびっくりですね。そして小僧寿司で500円で買えた商品はこちらです。実際に優待券を獲得したメンバーが買って写真を撮ってきてくれました。いいですね、美味しそうです。では最後にスマユーポイントで制度を確認していきましょう。スマユーポイントでは優待の内容と株式保有に必要な情報を確認します。優待の権利確定は12月です。保有株数に応じてグループ店舗の寿司持ち帰り店や飲食店、EC サイトで利用できる優待券が送られます。なお優待券を受け取るためのクーポンコードは紙で送られてきますが、実際に配布を受けるには小僧寿司のスマホアプリをインストールして登録をする必要があります。
はい、小僧寿司さんの株主優待の紹介でした。リスクもありますが、少ない投資金額で優待を受けられるので、ちょっと心を惹かれる点はありますね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。次回もまた皆さんの参考になれるように頑張ります。また見てくださいね。